Hola, soy Wendy de Asian Boss. La palabra hafu se utiliza en japonés para referirse a alguien que es mestizo, sobre todo mitad japonés. Hace poco nos sentamos a platicar con Maika, una chica afroasiática de 17 años, sobre su vida como mestiza en Japón. Vamos a conocerla.私の名前はマイカです。日本生まれです。お父さんがアメリカ人で、お母さんが日本人です。今までの人生、ずっと日本育ちで、日本の普通の高校2年生です。これが私の物語です。ご自身についてちょっと教えていただきたいんですけど、今は何歳ですか？17歳です。マイカちゃんは日本人じゃないですか？日本生まれ日本育ちですよね。でもなんか見た目で、なんかなんだろう、日本人の見た目といえばこれみたいなイメージを持っていて、うん、日本人かまだわからないかもしれない人のために、どんなバックグラウンドなのかをちょっと簡単に教えてもらえますか？アメリカと日本のハーフで、国籍はでも日本で、生まれてからずっと日本の学校に行ってたので。例えばお父さんがアメリカ人なんですよね。例えばお父さんと話したりする時とかって完全に日本語なんですか？話す時も日本語で。みんなマイカちゃんはなんか英語が上手だって思い込んで英語で話しかけてきたりとかしますか？話しかけられることはそんなにないけど、話しかけたらノーイングリッシュとか言われたりめっちゃ日本語ですいませんとか言ってんのに、ちょっと英語難しいですみたいな感じで返されちゃったり。だって今日本語で言いましたよね。なんないんですか？すごいなります。ですよね。聞こえてんのかなって思間違いない、間違いない。よく言ったって感じみんなはマイカちゃんがどこの出身だっていうふうに思うことが多いですか？アメリカかアフリカ。なんか普通に学校でマイカってアメリカ出身なのって言われて、あ、全然ここら辺だよって地元だよ、地元だよって。え、じゃあ学校は好きですか？好きです。え、本当ですか？うん、勉強はちょっと難しいけど、うん、友達と会うのはすごい楽しいです。同級生とかとはすごい仲良くて、みんなすごいいっぱい助けてくれてて、でも先輩とか下の子とか、あと大人とかが怖かったです。なんでですか？先輩とか違う学年の人って話したことないから、第一印象だけでやばい怖いみたいな感じで来られちゃって、なんかあいつやばいやつだみたいなマイケルって呼ばれたんですよ。マイケル、なんか、うん、入学した年に、小学生の話なんですけど、なんかマイケル・ジャクソンが亡くなっちゃってニュースになって、それで、あ、似てんじゃんみたいな、黒人じゃんみたいな。ひどいですね。いじめじゃん。だって知らない人から街中とかで、え、これおかしいでしょっていう、こっちが思うような反応とかを、反応対応とかをされたこととか言われたことってありますか？夜塾から帰ってて駅に向かってたら、知らない酔ったおじさんの人が自転車に乗って急にこっちに来て、なんか黒人はクソだみたいな、黒人のすごい悪いこと言われて、でなんか周りにも結構人いたんですけど、駅の近くで、その人たちにも黒人には気をつけるよみたいな。でそれで周りの人にもすごい変な目で見られるし、周りの人もそれひどいですよね。何も助けてくれなかったこともなんかそれはそれでショックで、うん、それを言われた時は直後どのくらいのショックでしたか？なんかショックすぎて、うん、なんか何の感情も出てこなくて、でお家に着いて急にしんどくなって、友達に本当に3時間くらい電話してずっと号泣して、それで、うん、なんとかその時は。あ、こんにちは今日よろしくお願いします。マイカちゃんと遊んでる時に、あ、他の純日本人だけの友達とはちょっと違うなって思うところってありますか？やっぱりなんかハーフだから見られた時とか、なんかそういうのね、あ、そうだよねみたいな、
あ、じゃあハーフなんですね。はい。あー、どことどこのハーフですか？パキスタンと日本です。じゃあその同じくハーフだからちょっときつかったなとか大変だったなっていう時期って今までありましたか？小学校の頃はなんか苗字のことでめっちゃいじられたり、それがすっごい嫌だったんですよ。なんかでも泣いちゃった時もあって、もうなんでこんな苗字なんだろう、ハーフ嫌だなみたいな、めっちゃ日本人に生まれたかったって思った時もあったし、普通に周りが日本人だらけだから日本人の顔になりたいって思ったこともありました。それはなんかマイカちゃんと出会ってちょっとでも変わりました？はい、なんかみんななんかなんか同じ悩みも持ってたりするんで、あ、みんな一緒なんだなと思って、でなんか気が楽になったり。ハーフな自分のアイデンティティは好きですか？好きです、今は。どんな時にそう思いますか？考え方とか周りよりはしっかりしてるかなって思います。なんか周りがすごい人のことを悪く言ってる時とか、別にそんな言わなくてもいいじゃんみたいな、うん、それが個性だし、なんか別に悪く言う必要ないんじゃないみたいな、そういう感じで。お母さんには相談したんですか？してないです。できなかった？できなかった。なんでできなかったんですか？なんだろう、心配をかけたくなくて。確かに心配しちゃうかも。小3以降くらいでハーフのこととかでなんか嫌なこととかあったら何も話してないと思います多分。なんでですか？話したくないです。楽しいことだけを共有してたい。じゃあそういう扱いを過去に受けた時、自分自身の見方が変わっちゃったりとかしたことってありますか？うん、周りの目をすごい気にするようになりました。いじられたらもうすぐネタに変えて笑いに変えて、そうしないと生きていけないんだなって、うん、悟りました。小学生で日々の生活の中で心の中に壁みたいなバリアを張ってることところってありますか？今ももう常にずっと張ってます。この先も、うん、多分大学行っても会社とかに入っても多分しんどいこといっぱいあるから、バリアはずっと、死ぬまで、うん、じゃ例えばその自分の見た目のことで気になっちゃってたとするじゃないですか。そういう時に、じゃあもう日本生まれ日本育てだし純日本人、友達と全く同じに見えるようになんかしちゃおうみたいに思ったことってありますか？なんかずっと髪の毛を坊主にしたらストレートヘアが生えてくるんじゃないかとか。なんでですか？なんだろう、前髪とかも作りたかったし、みんな小学校とかみんな前髪あるじゃないですか。それが作れなくてカールしてるとやっぱ難しくて憧れもありました。なんか今までにちょっと挑戦してみたいけど、いやでも自分ハーフだしいいかなって諦めちゃったこととかって何かありますか？体験してみたいなみたいなのは舞妓さん。おお、舞妓さんやりたかったけど、なんだろう、白く塗るじゃないですか、顔と手の色が違いすぎちゃうから。ハーフだからこそ挑戦できたなっていうことってありますか？外国っぽく見えるじゃないですか。だからなんか海とか行っても水着で足太くても許されるかなみたいな。全然太くないけどね。全然太いんですよ。なんか日本人だとちょっと厳しいじゃないですか、うん、日本の求められる細さってすごい、あれやばいですよね。やばいですよね。いわゆるザ日本人の容姿とは違う特別さをお父さんからもらったわけじゃないですか、特徴というか。それって結構今はもう武器だと思ってると思う。そうです。でもそのそれをくれたお父さんに対してなんて言いたいですか？ありがとう。でももう少し髪の毛のカール緩めの方が良かったかなってそこそこ。例えばお母さんがそのマイカちゃん、ハーフのマイカちゃんを日本で育ててる時に、なんかもしかしたらちっちゃい時とかに直面した大変だったかもしれないことってどんなことがあったと思いますか？友達作るのとか大変そうだなって。なんでですか？なんかやっぱ子供が純日本人じゃないから、なんだろう、話しかけづらいとかかな、わかんない。マイカちゃんがちっちゃい時、赤ちゃんの時とかちっちゃい時ってどんなお子さんでしたか？チアの時でさえ、試合の時でさえ、他の子がちゃんとポーズ決めてる中、うちの子は
ゴロン。マイペースな感じだったんですね。そう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 。もう全然。でもそれも可愛かったけど。うんうん、肌の色が違うこととかで、うんうん、周りから何か言われたことってありますか？うんうん、保育園の時なんだけど、もうその女の子もすごいちっちゃかったし悪気はないんだけど、うん、なんか宝物をね、あの私の宝物って言ってその女の子持ってきて、あーかわいいかわいいって触ってて、でマイカもあーかわいいって触ろうとしたら、マイカちゃんの手は汚れてるからダメって、やっぱ色で、全然その子は悪気はなく本当に見た目を知らなくて、そうそうそう言ってるんだけど、うん、で彼女が、あのマイカが家に帰ってきた時に、なんか今日手が汚れてるって言って触らせてもらえなかったって言ってて、でもそれは相手もまだすごく小さいしちょっと理解しがたいかなと思って、そこはね私何も言わなかったんですよ。小学校1年生ぐらいになるとある程度分別つくかなと思って、小学校の、あの初めての懇談会の時に来てるお母さんたちの前でちょっといいですかって話をして、うちの子は、まあ、皆さんのお子さんより肌もちょっと黒いし髪の毛もこうくるくるしてますけど、でもそれはあの彼女の個性でここにほくろがあるっていう個性と全く変わらないから、それはあのご家庭で少しあのお話ししてもらえませんかっていう話はして、そしたら本当にね、あのなくなりました、うん、あのそういうことは、島国な日本で、うん、ハーフの娘を育てていくっていうことで、うんうん、一番これは大変だったなって思うのはどういうことですか？周りの目だと思う。やっぱりなんか気にしないってことがすごく私は大切だと思う。うちはってこうなっちゃうとみんな寄ってきてくれないのね。前からの保育園の友達のお母さんとは今でも仲いい。やっぱ今だから仲良くなったから言われるんだけど、初めはやっぱ怖かったって言われた。自分の知らない世界ってやっぱ怖いのかなと思うから。でもそれはきっかけ作ってくれたのはやっぱマイカで、マイカがほら仲いいお友達がだんだんこうコミュニケーションができるにつれて、そうするとそのお母さんとやっぱこう話すようになって、自然に、ね、そう自然に、だからすごくねそれはありがたかった、うんうん、今のマイカちゃんに対して何て言ってあげたいですか？うんうん、彼女自身すごく魅力的だと思うんですよ私はね。だからもう周りはもう気にせずにもう自信持ってほしいっていうのが一番かな。じゃあ大人になったらどんな人になりたいですか？ CA。 それはなんでですか？外国の血が入ってるからこそ、やっぱ海外とかに興味がすごいあって、それで海外とかにいっぱい行けるから。まだ自分のアイデンティティに自信が持てなかったり、昔舞香ちゃんがそうだったみたいに、その子たちに何て言ってあげたいですか？これから先もっとハーフの子とかいっぱい増えると思うし、コンプレックスだと思わずにもっと前面に自分はハーフってことを自信を持って。最後に、日本社会はこれからどうなっていってほしいですか？なんかこういう風に変わってほしいな日本はっていう、なんか夢みたいなのってありますか？アメリカみたいになんか人種とかそういうので分けられないで、みんな同じ人間として考えていける社会になってほしいなって思います。